マドリードの画家によるアッティカクロエ式ヒュドリア、キュクノスと戦うヘラクレスを描いている。前525年頃から前500年頃、バチカン美術館所蔵。精錬の取っ手がついた、聖銅製ヒュドリア。前460年から450年頃。ブルガリア、ソフィアのバシル・ボジョコブコレクション所蔵。肩の部分に、キリシア神話の神々が描かれたレジーナ・バソルム。 全4世紀頃、エルミタージュ美術館所蔵。ローマ時代のガラス製ヒュドリア。50年から400年頃、スペイン国立考古学博物館所蔵。ヒュドリアは、古代ギリシアの金属工芸及び陶芸で製作された容器の一種である。複数型はヒュドリアイ。水を意味する古代ギリシア語、デルタオメガロを語源とするように、水の運搬に用いられた。 ヒュドリアの特徴として三つの取っ手があり、持ち上げて運ぶために容器の両側にある二つの水平の取っ手が使用され、水を注ぐ時には二つの取っ手の中央にある垂直の取っ手が使用された。三つ目の取っ手がないタイプはカルピスと呼ばれる。また小さなヒュドリアのより小型のものをヒュドリスケあるいはヒュドリスコスと呼ぶ。赤い色、黒い色の両方で見ることができ。 しばしば道徳的及び社会的義務を反映したギリシア神話の場面が描かれた。一般的に黒絵式は首と肩、胴体の部分がはっきり分かれたものが多く、逆に赤絵式は首や肩が丸みを帯びて連続しているものが多い。描かれた絵は主に胴体の前面部分に描かれ、垂直の取っ手がある背面部分に描かれることは少ない。ヒュドリアのデザインは、 紀元前6世紀半ば頃に、より実用的な目的に合わせて変更された。当初は、銅が幅広で肩が広く、丸みを帯びた形状をしていたが、後に、斜めの胴体と平らな肩が組み合わさったデザインに変更された。この変更は、家や集会の場所に水を運ぶ作業を容易にするために、行われた。古代ギリシアでは集会でワインを希釈することなく飲む、ことは、 文化的ではないと認識されており、ヒュドリアは水を運ぶだけでなく、ワインを希釈するために使用された。また単に水を入れるだけでなく、仮想の灰を入れたり、選挙の票を入れるのにも用いられた。例えば聖堂制ヒュドリアに見られる精錬は、歌声で船乗りを破滅させる、神話上の怪物で、古代ギリシアの破壊死に個人を嘆きあるいは見守るかの、ように刻まれている。したがって、 聖堂製ヒュドリアの精錬は何らかの総霊機能を表していると考えられる。紀元前5世紀半ばまでにギリシアの職人たちは聖堂でヒュドリアを製作していたが、その一部は非常に細かい図像で装飾されていた。6世紀の例はベルンの歴史博物館に所蔵されている。このような容器はまたミケーネ時代の陶器でも知られていた。エトルリアのカエレでは、 全6世紀の後半に、カエレ式、ヒュドリアと呼ばれる、黒絵式ヒュドリアが制作された。シンプルなデザインと神話をモチーフとした、黒絵に特徴がある。レジーナ・バソルムはエルミター・ジュ美術館の有名な番機の、ヒュドリアで、イタリアで発見された。ヒュドリアにはしばしば水を汲む女性たちが描かれた。そこには女性たちがヒュドリアを頭に乗せて、水汲み場を訪れる姿が描かれている。 ありがとうございます。